ポップティーン TV。 ドーリーリンクプロデューサーの増若翼さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、増若翼です。よろしくお願いします。いや一気にね、会場のテンションもまた、すごい、ね、久しぶりにポップのこのお舞台に戻ってきましたけれども、はい、感想いかがですか。いやもうね、ポップティンモデルを卒業して、久々この会場に出れてすごい嬉しいんですけど、皆さん盛り上がってますか。もうさっきと全然違う、俺らと全然違う、全然違うじゃん、さっきと盛り上げ方下手だから。いやごめんなさい、増若さん、それはごめんなさい、申し訳ない。まだまだいける子たちなんで、まだまだいけるよな、いけるよね。ふざけんじゃねえよ、おい、ふざけんじゃねえよ、もうやめます。ちょっと細かく何が違うのか教えてください。全部が違うよ。そうそうそう、みんなまだまだいけるよね。ごめん、言ったけ、ごめん、言ったけ、みんなまだまだいけるよね。ふざけんじゃねえよ、本当に。あの工事本舗さんと一緒に展開されているのがドーリーウィンクということで、増若さんがプロデューサーを務めていらっしゃいますけれども、こちらアイメイク商品を中心とした大人気ブランドなんですけれども、あのドーリーウィンクもちろん知ってるという方、はい、疑問かもしれないですけど、どれぐらいですか。すごい、知名度がすごい、僕らの知名度の800倍ぐらいありましたね、これはね。もっとじゃないですね、そこはいいでしょ、8000倍ぐらい。いいですよ、2人は追わなくていいんです。もう8000倍ぐらいでいいんです、それでいいです。ドーリーウィンクはですね、工事本舗さんというつけまつげを初めて作った会社の企業さんと一緒に作らせていただいてるんですけども、まあ、ポップティーンでもね、毎月載ってるので、はい、皆さんこうつけたことがあると思うんですけども、こう簡単にナチュラルな垂れ目になったりとか、もう猫目になったりとか、うん、もう慣れない目はないっていうぐらいアイラッシュをつければ誰でも簡単に可愛く、お人形さんのような目になれるというコンセプトで、ここ最近はこうナチュラルでパッチリっていうのが流行ってますので、はい、そういうのをたくさん作って、はい、皆さん聞き入ってます ね、はい、ね、一言も聞き逃さないという気合を感じますけれども、はい、さあ今日はですね、そんなドーリーウィンクの商品を使ってですね、はい、秋の最強アイメイク術と題しまして、メイクアップショーをこの場で行いたいと思います。では早速メイクを行っていただくメイクアップアーティストの北さん、そしてモデル役のユミチーさんにご登場いただきましょう。どうぞ。すごい、来るよ、来るよ、来るよ、拍手。皆さん、ユミチー、そしてユミチーさん、ご登場いただきました。はい、もうモデルがユミチーってだけでもう可愛い、100可愛くなれます、ね、もう、うん、みんな大好き、ね、もう可愛いですけど、ね、もう可愛いですけど、ね、ね、もっと可愛くなりますか、ね、今日は秋の最強メイク術ということですけれども、はい、今日はですね、まあ、ナチュラルでパッチリアイメイクはもちろんなんですけど、秋に向けてちょっとせっかくなんでアイライナーを使ってキャットラインっていうものを皆さんに、キャットライン、はい、意外と目が、目尻がちょっとキュッと上がってるんですけど、それってやっぱなかなかね、はい、難しいっていう方が多いんで、これを見ればすごい簡単にわかると思うんで、はい、キャットラインを中心に、はい、はい、秋メイクを展開していきたいと思います。でまずはアイブロウからなんですけども、うん、はい、ドーリーウィンクのこのまずペンシルを使っていきます、はい、で今は結構ナチュラル目の眉毛が流行ってますので、眉尻の方からペンシルは描いていってください、うん、はい、キャットラインの部分になりますかね、はい、次はリピートタイプの、はいはい、筆がすごい細くなってます。うーん、はい、一回こう目のラインに沿って横に伸ばす感じですね、はい、ほう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 、一度引っ張っておいて、でそれからその終わりのところにつなげるようにこう、おお、はい、かなり細く濃く、うん、細、結構細いですね、自然なんですよ。で結構目尻からこう出ながらもちょっと上に
上げるんですって。確かに目がでかくなった気がする。そう、すごいの。今日私も新作のまつげつけてるので、はい、今日そうなんですね、はい、それもぜひぜひ今日、はい、私もドーリーウィンクのまつげを使ってるんですけども、はい、今日はですね、見えるかな、ここの上のまつげなんですけど、これはドーリーウィンクの新しく発売するナチュラル新作のまつげなんですけども、22番というのを使っていて、まつエッグ風に作ってるんですね。で、上の まつげが、つけまつげで、下はマスカラのみでつけてます。あ、そうなんです。そうなんですよ。ドーリーウィンクのマスカラって本当マスカラだけで、あのかなりもう濃くつくので、つけまつげつけてる風にもつくので、あのナチュラル派の方はマスカラでつけてもらえるといいと思うんです。これが今日私がつけてるまつエッグタイプの22番なんですけども、これも本当束で作ってるんですけど、あの均等じゃない感じでわざと作っているので、つけた時に本当まつエッグしてるのってよく聞かれるような。へー、あ、なるほどね。下はですね、ドリンクの21番ですね、今発売しているやつなんですけども、ドリンクの5番の下まつげっていうのがすごいかなり人気があったんですけど、それはこれはそれよりもさらにナチュラルなタイプなので、本当だ、パッと見たらもうつけまつげってわからないぐらい、わからないですね。ナチュラルメイクだったりとか、あともう学生さんでつけまつげとかバレたくない方とか、すごいおすすめです。完成しました。では改めて、はい、ユミチーさんの顔をよく撮っていただいて、このように完成したっていうのを見せてあげてください。わー、かわいい、ね、ぜひ皆さん間近でメイクの出来上がりを見てください。これはかわいい。さあ、よく見て、よく見てよ、みんなよく見て、さっきの静けさが嘘のようだね。これはかわいいです。メイクモデルとして登場してくださったのはユミチーさんでした。ありがとうございました。さて、増若さん、久々のポップティーンのステージとなりましたけれども、最後に感想を教えてください。いや、もうこうやってね、あのメイク講座を実際に皆さんの前でするっていうのは、まあ、結構緊張でもあるんですけど、やっぱずっとしたかったことなので、それがやっぱこうずっとお世話になってたポップティーンのステージでできるってすごい嬉しかったです。本当にもう今日はありがとうございました。改めて増若翼さんに今一度大きな拍手をお願いします。コージーホンポとドーリーリンクスペシャルステージでした。ありがとうございました。最後まで楽しんでてください。ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ、何ですか、開けてもいいですか。かわいい、かわいい。ブレスレットですか。そう、あかん、あかん。すぐつけます。今つけてよ。今つけてる、はい、めっちゃかわいい。すっごいちょうどいいです。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、嬉しい、ね、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。毎晩やばい、本当にまだ泣いちゃダメ。早いの、まだ、はい、まだ早い、本番でも。あ、はい、